立ち食いだ。プレジットの車内で。はい、どうぞです。こんにちは、トベちゃんです。グです。 私は今羽田空港第一ターミナルに来ております。本日はこちら羽田空港第一ターミナルから出雲に向かいます。出雲といえばサンライズ出雲号です。皆さんのご想像通り、私はサンライズ出雲号に乗って東京に戻ります。そのためにわざわざ羽田から飛行機で出雲縁結び空港まで向かっちゃいます。今から私は飛行機に乗りますが、飛行機に乗って 後にすぐ夜行列車で東京に戻るわけです。その夜行列車なんですけれども、私が泊まるお部屋に部屋着がついているのかわからなかった。ちょっとね、そこまで調べている時間が正直ちょっとなくって、それで途中のユニクロで買えばいいかっていう気持ちできた。そしたらね、なかった。あったんですけど、私もう非常なる暑がりで、本日10月4日、10月に入ったっていうのに、なんと東京30度31度、 フリースってきついよね。ということで、出雲に着いたら GU とユニクロあるそうなんで、そっちで部屋着を調達しようかと思います。
ね、通路が狭い。本日この便では内泊券を取り込みます。座席の感じはめちゃくちゃ広いです。 LCC とは違うね。やっぱりご搭乗ありがとうございます。離陸して30分ぐらいなんですけれども、こっからね最後まで揺れるって、酔い止め飲んどいてよかった。やっぱり気圧の変化がね737の場合は結構私は感じちゃうんですよ。で喘息持ちだから息苦しくなってしまいますので、酔い止めを飲んで寝ちゃった方が良さそうかも。出雲市駅に到着しました。空港から出雲市駅まではバスが出ています。バスはね多分飛行機が着いた時より何分後かに出るんだと思う。人が集まってから出てました。日本航空のフライトはもちろん
何も問題なく、まあ、フライトを終えたという感じですかね。飛んでたのが1時間ちょっとぐらいでしょうか。大半の時間揺れていたので、ドリンクサービスが終わった直後から乗務員の方々もシートベルトをして座られていました。まあ、揺れますよって言ったほどは揺れてなかったよね。さほど揺れずに結構快適だったね。シートもさ、まあ、LCC とかと比べちゃうとゆとりがあっていいね。そうだね、うん、特にその横幅っていうのかな、まあ、体大きくないから、まあ、LCC でも十分っちゃ十分なんだけど、やっぱり左右にゆとりがあるとなんかゆったりと座れる。あと日本航空のエコノミーに本当に久しぶりに乗って思ったんですけれども、シートピッチが広い。エコノミーなのに広い。ここ3回ぐらい私たちは LCC の飛行機に連続して乗りました。それもあってか日本航空のエコノミーがすごく広く感じた。やっぱり日本航空だとか ANA はエコノミーでも十分ゆったりと座れますし、大丈夫、取れなくても。私たちはこれからご飯を食べたりとかして、出雲市駅からもうすぐそこに泊まってるんですけれども、サンライズ出雲号に乗って東京に帰ります。何のためにここに来たって、乗るために来たの。それちょっと楽しみにっていうのもあるし、グサンが酔わないか不安っていうのもある。まあなんとか大丈夫でしょう。じゃあというわけで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひよろしければチャンネル登録お願いします。あといいねボタンもお待ちしてます。コメントもね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。うん、遊んじゃダメよ。うん、わかった。わかんない。あんた、はあ、うん、乗ったの。ここ乗ったの。いいの乗んなくて。いいの。クイックン。降りて。